よろしくお願いします。アルケビの佐藤です。栗原です。よろしくお願いいたします。今シーズンここまで全65試合に出場するなど、ホークスのレギュラー選手へと成長した栗原選手。甘いマスクと明るい性格で女性ファンも急増しています。運転したりするのが好きなんで、なんか一人でちょっとボートどっか行ったりとか、まあでもあとは家でなんか映画見たりとかが多いですかね。そんな栗原選手、最近は活躍した後に頭を触るような仕草を見せますが、一体どんな意味があるんでしょうか。まあ、自分たちみんなに対してこう良かったぞというか。なるほど。はい、頭を撫でてあげようぜ的な。あ、最近このケバブはどうですか。いや、やりますよ、もちろん。それの後にやります。はい、よかったよ。あのやるチャンスがね、うんうん、打たないとないんでね、頑張りたいなと思いますけど。交流戦で、まあ、楽しみにしていた対戦を楽しみにしていた投手とか、ピッチャーとかじゃなくて、やっぱり同級生の岡本であったり、高校時代に一緒にやらせてもらったりもしてるんで、そういうメンバーと会えたのはすごく嬉しかったですね。何を話すんですか。あ、でも本当に調子どうっていう感じでやったりとか、岡本は結婚してるんでね、まあ、そういう話もはい、でした。ちょっと気になりますか。気になりますね、やっぱり。おお、はい。じゃあそんな栗原選手は、例えば女性に作ってもらいたい、嬉しい、作ってもらったら嬉しい料理とかってあるんですか、というのも来てます。オムライス。なんて書いてもらいましょうか。ケバブね。ケバブ、オムライスの上にケバブいきますか。はい。なるほど。やっぱり栗原選手といえばケバブポーズ。チームメイトのバレンティン選手もお気に入りのようです。ココはいつもね、ああいうことをやってくれるんで、すごく僕もなんか嬉しいですし、一緒にやりたいなって常に思ってますね。まだまだシーズンは長いんで、はい、もっともっとこれから頑張っていきたいなと思います。またこれとこれを組み合わせしております。はい、頑張ります。